はい、ジンチャージのジンでございます。今日はサカツク J リーグモード1年目の成果発表をしていきたいと思います。ではスタート。はい、ということで昨日から始めました J リーグモード1年1年じゃないよ1日1年縛りでやっていこうというコーナーでございます。早速ですが昨日のご報告をしていきたいと思います。まあクラブ情報からクラブの歴史、今回 J3 で戦い抜いてなんといきなり優勝してしまいました。いいのこれ。思いのほかね、ポン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 進めてったら勝てました。はい、優勝ですね。いやもうちょっとね、手応えあった方が面白いんじゃないかななんて思うんですけど、まあ J3 結果は1位、19勝2分け負けが7回と結構ね負けているんですがね、なんと1位取れました。ニューイヤーカップに関しては1回戦敗退という形でございます。他には何の情報が見えるかな。 MVP なんと取りました、ラゴス VE でございます。やっぱラモス主体だね、うちのチームはね。平均評価点が 6.9、 ゴール数14のアシストも13で、アシスト王も見事取っています。そして得点王としては宮島正治かな、庄司っていうの、宮島選手が取っておるということですね。まあでもゴール数14だからほぼラゴスと一緒多分なんかあれなんだろうね、順位的なものがあってこの宮島が選ばれたけど、ほぼこのラゴス V 選手がまあ MVP ってこともあって全てを取ったような1年でしたね。そしてミッション達成数によって私監督を3人ほど、多分3人ぐらいかな、あ4人か、4人手に入れることができました。まず1人目、マフジ光一さん、秋田スタイルということで351カウンターですね。で陣野啓太さん、こちらは、サイドアタックの352、あ先ほど361ですね、361先で、吉岡健吾さん、442サイドアタック、もうブラジルっぽい感じですね。こちらもブラジルっぽい442カウンターでございます。で一番初期からいたセンターアタック、唯一ねセンターアタック使える監督がこのキャラクターしかいないんで、こちらも使っております。はい、まあちょっとフォーメーションコンボが発生できるような監督もいるので、まあそれを優先的に使っています。カウンターと線中央突破でサイドアタック、まだねポゼッションの、監督が出てきてないんですよね。 J2 でもしかしたら出てくるのかもしれないです。ちなみにこの陣野啓太監督は、このね真ん中のポジション、ここがいないんですよね。セントラルミッドフィルダーかこれは手に入れにくいもんな。プラスアルファ、こちらないね。3種類を使ってますね、デッキ的にはこの3種類を使い分けているんですが、まあどうだろうな、これフォーメーションコンボが発動してるから宮島選手を使うのか、他の方だと、日比野和彦というこの選手ですね、日比野選手、こちらがポストプレイヤーということで使っておりました。まあ1年通してみてレベルがもう30までいっちゃってる。で星3のこのラゴスと小笠原選手に関しては17、16ぐらいで止まっておりますということですね。ただだん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 難易度が上がってくると思うので、人事で星3の選手を獲得しながら、レベルアップを図りたいと思います。まあ今ちょっとね星2まで、あちょうどいいところにセントラルミッドフィルダーがいるいいね。まあ星3出た時にできればまずストライカー枠、センターフォワードから強いのを埋めていく、プラスアルファ、ゴールキーパーもう結構いいの初めのうちに取っといた方がいいんで、まあゴールキーパーかフォワードの選手補強で、今ねお金の方をちょっと見てもらいますと、一番初め初期にあったボーナスが1500万だったかな、2000万だったかな、200万か、これ単位的にね200万あったのが郵送することによって50万増えましたと。でもちろん給与も全部払って一人も辞めさせていない状況ってことはね、結構余裕があるということなんで、100万ぐらいは選手補強に使っていいかなって考えてます。例えば今星2の選手は契約金5万円ぐらいで、初期年俸が1万ぐらいってなると、星3、星4とか、でも星3出てくんのかな、この山倉さんで。
ね、ちょっとね、気になるところだけど、星さんあたりで全員の編成をガラッとね、変えて、初期メンバーを変えていきたいなって、ちょっと狙っております。では、来週じゃないね、今日はここまでということで、2年目、J2 に挑戦してみます。まあ、ここはさすがに、ぐるっとやって、勝てるとは思いませんけど、まあ、いきなり勝っちゃうことあんのかな。まあ、それは、お助け助っ人によるだろうね、きっとね。自分のね、チームから呼んでもいいけど、ちょっとそれだとね、楽しめないかななんて思って、今のところは、J リーグの人事の方から、ちょっとね、コツコツと星3選手、取っていこうかななんて思っております。では今日はここまでしたいと思います。もう毎日、本当に短めの動画にしていきたいと思いますんで、まあ、ちょこちょこと皆さん、お暇があったら、覗いてみてください。もしよかったら、グッチョブ、チャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ。ありがとうございました。